チカジコの話だと、あ、ヴィラン面接、いや、ヴィラン面接ね、ルイスさんが多分ツイートしてたんですけど、みんなでポーカーやったみたいな。なんか入り時間がみんな結構違くて、で、早めに集まった、レオスさんと、ルイスさんと、リキイチさんと、俺が多分早かったのかな？なんかポーカーやったんですよね。じゃあ、ポーカーやるけど、なんか、アニメとかでかけたりとかするから、なんかかけるべっつって、でも、実際にかけたら犯罪になるくないって話してて、あ、そうか、何がいいかなって話してて、じゃあ、スタジオにチョコがあるから、これをかけるべっつって、チョコをかけて、疑似的なゲームポーカーみたいなのやってました。俺はボロ負けでしたね。ルイスさんがめちゃめちゃ強くて、だからずーっと抜き出て勝ったんですよね。の、チョコ、めちゃめちゃむしり取られました。一個もなかったですね。俺とリキイチさんかな？が負けて、で、添えられてるイロハスがあったんですけど、イロハスも全てかけて、オールベッドみたいなことやってたんですけど、もう結局負けてましたね。ボコボコにされてましたね。だからほのぼのしてましたね。待合室で。で、まあみんな来ても話してたんですけど、なんか、いろんな冗談みたいな流れがあって、その時に、一番なんかマウントできることみんなないんすかって話になぜかなったんですよね。そしたら、まだ動画上がる前なんですけど、レオさんも、私富士山登りましたよ、富士山って言って。マウント乗ってきて、あー、すごいっすね、富士山登ったのね。もう俺も富士山登りましたけどね、つって。もう絶対バレない嘘をついたんですけど、あー、ガック登ったんだね。どこの富士山登ったの？真ん中の方登りました、つって一発で嘘バレましたね。うん。真ん中の道とかないって。ちょっと嘘つけるように、本当に富士ちょっと登ってみようかしら。うん、マウント富士でマウント取ってきた感じですね。あ、その中であったかもしれん、多分。じゃあ富士登ったのすごいなって話をね、みんなでしてたのね、思い出しました。めっちゃ楽しかったの覚えてますね。いや、エデンで富士めっちゃすごい。だってめっちゃ時間かかるって言うじゃないですか、奥頂上まで行くのって。ガチの嘘やめろ。だってあっちがマウントしてきて、こっちも張り合えるもんないじゃないですか。大学のマウント、大学芋俺食えるんすよね。キョトンパチンコやったことあるんすよ。ガロで3万発出したんすよ話ね。めっちゃ嘘ついた。おいね、ガロでね、5万4000発出してるわ。頭おかしくなりそうだったんだよな。この話はね、多分、エピソード付きでできると思うので、ちょっと負荷できるエピソードが少しあるんで。はい。めっちゃ勝ちました。